最近になってちょっときつくなってきて進行がちょっと早いので安全に杖を使ってスケボーをしようというまあスケボーやってる以上安全かどうかは分からないんですがでも、うん、人生そのものなのでスケボーはなので大好きです。だからやりたいっていう感じです。はい、やっぱりいろんな人から目が悪いのに自分スケボーできるのってよく言われるんですよ。だからやっぱり今はまだその見えない人がスケボーやるっていう意識が普通の人はないっていうところで、やっぱりそれがパラリンピックの種目になったら多分えってなってちょっと見てみたいなとか、その注目したい、注目してちょっと見たいなっていう風になると思うんですよ。だから影響力っていうのはすごくあると思いますね。はい、これスケボー面では、目が悪くてもやる気になれば滑ればできるんだっていうことを自分がこれからも身をもって発信していきたいなと思います。はい、で視覚障害者としてはスケボーを置いておいてやっぱりたくさん苦労があって、まだまだ社会はもっと理解をして言ってほしいなと思うので